くもホリエモンも真っ青だ。世の中には敵を増やして支持を増やそうという人はたくさんいるようです。例えば橋本氏もその一種ですし、今話題の立花氏も NHK を敵にすることで支持を得ていると言います。また昨今ではツイッターなどのメディアが話題になる人も結構いまして、前園氏もその一種かもしれませんね。しかし戦前の日本では全方向を敵に回したすごい人がいました。それが今回紹介する宮武骸骨さんなのです。この人は政府の批判、揶揄する記事はもちろんのこと、新聞社や宗教勢力、あらゆるところに喧嘩を売って人気を得ました。しかも自分の新聞の広告にまで喧嘩を売るんだから驚きです。ましてや明治時代の日本なんですよ。下手すれば投獄されて大変なことになる可能性もありますし、実際この人は何度も投獄されております。そんな彼の代表的な出版物が国慶新聞なんです。実に面白い記事があって、今回はその一部を紹介しようと思います。小槌さん、お願いします。国慶新聞というのは宮武骸骨が出版した雑誌、新聞というんだけど、まあ雑誌ですよね。はいはいはい、はい。それの、国慶新聞自体は173号までいったんかな。結構出ましたね。うん。で、それが、発起になった時に、自殺号って言うて。自殺号？うん、最終号をね、うん。で、もうこれで廃刊すると。じゃあ、結構好き勝手に書いたんですか？廃刊すると言いながら、ね、すぐにね、予告記事としてね、次は大阪国慶新聞中の発刊するって。なるほど。問題を起こした会社が新しい会社作るみたいな感じですね。そういうことをやったりしてね。なるほど。なかなか面白いです。で、私は、その中の、その当時は、私はタバコの、パッケージなんかを集めてましたから、それの関係の記事を書く必要もあって、はいはいはい、その雑誌に載せられてるタバコの広告っていうのを集めるつもりで、最初、まあ、ちょっと、図書館なんかでコピー取ったりしてたんですよね。はいはいはい、だけど、まあ、コピー取るのは、図書館で雑誌借りて、コピー取るというのはなかなか大変なことでね。時間かかりますからね。しかもそれ持ってる図書館自体が当時ほとんどなかったから、国会図書館なんか行ったりして、それは大変なことで、これは自分でその雑誌どうにかして集めてね、まあ、原本があった方がいいですから。原本なかなかないとは言いながら、まあ丹念に見ていったら、まあ当時古本屋なんかありましたからね。それでもまあかなり高い珍しい本でしたから。そうですね、僕もあんまり知らなかったですね、うん、高いんですけども、まあそれなりに一生懸命やってましたら、ほとんどまあ9割ぐらいは集まったんです。あ、それはすごい、うん、それで今はなんか復刻版なんかも、大阪の方は出てないんですけど、最初の方のは復刻版が出てるらしくて、まあそういうものを見るということは楽になったみたいですけどね。なるほど、うん、でその中でいろんなものを攻撃するんですけども、攻撃する相手の一つが当時の大新聞、朝日と大阪朝日、大阪毎日。すごいですね、今でも攻撃の対象になってますからね。まあ、大阪やったから大阪新報っていうのもあったが、まあこれはまあその次で、まあとにかく朝日毎日を攻撃することが一番今のネットみたいですね、うん、やりやすかったんでしょうな、えーうん、それでまあ記事としてはね、いろんなものがあるんだけど、まあ一つはこんなね。どういう記事なんですか、それは。これはね、恩知らずって言うてね、その新聞社とそれから広告主と、それから購読者それぞれがね、わしのおかげでお前ら成り立ってんやっていうようなね。それから新聞社は新聞社で、わしがいろんな記事書いてやったから、うん、店は大きくなったとかね。NHK みたいな。で、広告出してる方では、最初に大きい広告を出してやったから新聞は大きくなったんだというようなね。で、読者の方にしたら、今度は私らが読んでやったからだと。
で、しかもその読んであった本も忘れて、その詐欺的な広告を載せて、私ら迷惑騙したと。かけられるとかね、うん。そういう話をまあ載せたりして、なるそほど。の、おちょくってるわけですな、結局。で、その中でね、算術問答って、新聞が、皆、出版っていうのは何でもそうなんですけども、自分とこの出版物がどれぐらい出てるかっていうことをね、一応公表するんです。なんで言ったら、広告力にかかるでしょ。うちそうですはね。10万部出してるって要言ったら、はそれな交ん渉で。400万部みたいなそうそう、感じで交す渉ね。何部っていう。で、その当時、その朝日なんか、まあ13万部とかいう話なんです当け時のど、13万って結構でまあすよ大きいんね。ですよね。そしたらね、それが、合ってるか間違ってるかっていうことでね、ええ。ほんまにそんだけ出してるんやろかっていうんで、そういう調査を出したりしてるんですよ。この国慶新聞が。国慶新聞が実数を調べて。それって、いい加減なやつじゃなくて、正確な調査なんで、ですそれか？はね、新聞の販売店とか、取次所があるでしょ？え配達してたの。え、ええ。それを一件ずつ当たって、お前とこは何部配達してるとか、そういうのをチェックしてね。それをどこそこの、販売店は何部、どこそこは何部っていうのをずーっと書き出してる。具体的に。えらい労力がありますね。労力なんですよね。だけども、そういうことをやったら、そうすると、大した、合計にならないわけつまり詐欺やってたわけですね。ですよ。ほんで、それに文句があるんなら、ええ。かかってこいと。で、もし、文句があるんならね、もっと細かいこと、例えば実際に撮ってる人のね、まあ、遠いとこは知らんにしても、大阪の市内ぐらいやったらね、ええ。その撮ってる人の名前も全部公表すると。いうぐらいのこと書いてるんですよね。すごい。まあ、言ったら、押し紙みたいなもんです。昔で言うところの、嘘を書くのは。なかなかさ、から面白いでしょ。で、その中で、ここにも出てる算術問答はでい、三ね、十図問答。新聞社の印刷機がね、はいはい。1分間にどれぐらい擦れるかと。ああ、計算したんですほんで、ね。その際、毎日新聞出してるわけが、1日ええ。でね、こんだけしか擦られへんやないかというようええ。なね、そういう計算したりしてね、輪転機ですよね。輪転機のね、性能と、その具合で擦れる枚数となるほ計ど。算したら、数字が合わんと合わこなですいとね。か、そういうことも言うたりしてるんですよ。本当に合わんかったでしょうね。なかなかね、世界面白いでしょ、そういうことをやばいことしてますね。この前、政治家を馬鹿にしてましたけど、今回は新聞社が馬鹿にするんですよね。ほんで、例えばその出してる広告がありますわな。そしたら、広告、まあ広告だけやなしに記事なんかでもね、インチキらしい記事。なんかありますよね、週刊誌とかにも。それから、詐欺広告のね、一覧表みたいなものをね、作ってね。あ、新聞に載せたんですか。ほんで、ここの雑誌にね、ここはだいたい月に2回やから、それから1日から15日までに出てた記事は、で、詐欺的な記事はこうやっていうのをね、ずーっと一覧表にしてるんです。ほんで、詐欺のその題名と、それから載ってる新聞と、なるほそど。れから簡単にどういう点が詐欺的やと。なるほど。例えば、気配薬の広告やったらね、効果がこんないなともちょっか。とも効果ないかとかね。ここにね、国慶新聞が入ってたら笑うんですけどね。国慶新聞が対象だったら。ああ、それは面白いけど、私、それそはれはないんちですょっとか。わからんかったね。あら。もう、書いてあることが細かすぎて、まあ、ざっと、この辺ぐらいやなっていうぐらいで見てます多から分ね。ね、その広告とか実際に使って調べてるんですかね。実際には、実際にというか、もう見たら、その自分のね、例えば、気配薬なんて、何日で流行るとか言ったら流行早いんですよね、へんでし普通ょ？は。それから、一日で、どうなるとか言うたらね、それは一日でバレるいうことやな、とかね。間違いない。そういう批判をちょっと入れたようななね、るほど。一行で、済ましてるんですけど、それを、結局、1日から15日まででだいたい紙面いっぱいになるぐらい書いてるんです。書かれた会社は大変困ったもんちゃいますね。ねえ。そうやけどね、対象になってる大阪毎日新聞なんか、この自分と違うけど、もうちょっと後の方の、元山彦一という有名な社長なんかはね、この国慶新聞の大ファンでね。あ、ファンなんですね、今度は。それから国慶新聞は当時の有名人がね、随分、会員になってるんですよ。例えば、どちら様で。例えば、早稲田の、坪内逍遥っああ、て、坪内逍遥、僕でも知ってます。シェイクスピア訳したね、人とかね、
それから阪急の小林一三やとかね、修造さんのあのおひいひいおじいちゃんかな、確か。まあ私らはまああの宝塚を起こしたような人とかね、そういうイメージですけどね。まあ夜叉子がね今やってますね、うん。それから変わったところでね、種田三等家という俳人がね、最近はかなり有名な人。ああ、そうなんですか。うん、そういう人までね、種田三等家なんかは、自分の書いてるものの中にね、世の中で、正岡子規は、世の中で、地獄行かへんものは、ね、世の中に2人ぐらいしかおらへんだと言うてるけども、私はもう2人増やすとしたら、その一人はこの、骸骨さんだっていうふうに褒めてたりね、実際会ったことあった上の発言なんですかね、うん。それから学者とか作家とか有名人が結構そのお客さんの中にいるんですよね、うん、なるほど、うん。いやあれですね、まあそれから次の時はあのもっと別の新聞社以外の攻撃対象の記事をちょっと大量にそこに置いてますからね、うん、いろいろあるんだけど、まあまあその中の一部はあの横へまた載せても、大きく載せてもらったらいいかと思います。警察に逮捕されるようなやばい記事書いてるわけですからね、楽しみですわ。それはもう少々の罰金ぐらいはなんぼでも来いというような感じで、ね、知ってるつもりでアホみたいに捕まってるのやってましたわ。そうですね。それからそういうようなことで、うん、もう捕まるのは覚悟の上というような人でね、うん、捕まった時でも捕まった刑務所の中の所長がものすごくファンになったりしてねで特別待遇を与えたりしてるんですよね、中でなんかね、ホリエモンみたいな感じになってきましたね、うん、なかなか面白い人ですよ。なるほどね、うん、これ次の内容が楽しみですね、うん、はい、皆様、まあ、応援よろしくお願いします。バイバイ。ちょっとこう。